まもなく園長さんとお散歩が始まります。音声は聞こえますか？音声は聞こえますか？もし聞こえましたらお知らせいただけるとありがたいです。声が小さい、聞き取りにくい、うるさい、何かありましたらよろしくお願いします。あ、聞こえます。はい、それでは間もなくですね、1時半になります。1時半になりましたら始めたいと思います。ありがとうございます。メッセージ聞こえているということありがとうございます。ありがとうございます。はい、1時半になりました。京都市動物園からお届けしています。園長さんと今日はちょっとお散歩の時間です。これから30分間、動物園内をご案内したいと思います。緊急事態宣言がですね、延長されることになりまして、京都市動物園も5月末まで、休園を続けることが決まりました。しばらく皆さんに動物たちご覧いただけないということもありますので、今職員たち一生懸命 SNS で発信をしてくれていますけれども、園長さんとお散歩も、1週間に1回程度、休園期間中は、できたらいいのかなというふうに思っているところです。さて今日はですね、今日ご案内しますのは、3日から9日までの間、世界マカクウィークでしたかね。はい、マカクって聞いたことありますかね。お猿さんの、一つの族の名前になります。マカク族のお猿さん、たちの、を、その現状や生態やいろんな魅力を知ってほしいという、習慣が、定められているとのことです。というわけで、今日うちのマカク代表であるアカゲザルのところにちょっとお邪魔してみようと思います。で、アカゲザルを担当してくれているのは2人で担当してくれているんですけども、今日はそのうちの1人、坂東さんに、案内を頼みながら、ご覧いただけたらと思っております。しばらくお付き合いくださいということで、まずは坂東さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。お願いします。坂東さんの声も聞こえてますかね。聞こえてますかね。あー、はい、ちょっとタイムラグが先に。お、あー、そうですか。はい、あー、なるほど、素晴らしい。ということで、ご案内お願いします。はい、で今日はですね、特別にちょっと赤毛猿のところに、はい、ありがとうございます。一緒に入っていきたいと思います。ではでは、よろしく。入らないでねよ、はい、入ります。はい、あ、ではでは、これはいいか。コメントありがとうございます。よく猿島の中にいるとどうやって入ってんのって聞かれるんですけど、こうやって入ってます。よいしょ。ではでは、どうぞ。お邪魔します、はい、あ、それは見えた。はい、ここがキーパーエリアなんですけど、ごく狭の、はい、です。一応2個扉があるので、つい両方開けたら猿たち逃げますので、ここで絶対閉まってるのを確認しつつ、手はアルコール消毒して、長靴の裏は消毒槽がありますので、長靴の裏も消毒してから入ってます。電波頑張れ。ちゃんとコンクリートに鉄筋が入ってるんだ。これはいいか、はい、これもいい。今坂東さんが、はい、取り出して腰につけようとしているのは、転倒検知装置、倒れたことをお知らせする装置です。どういうことかというと、緊急ボタンもついているので、赤いボタンを押すと、はい、この知らせが事務所に届きます。はい、何か坂東さんが危険な目に遭っているということが届くようになっています。で、本人が押す意思がなくても、例えば倒れてしまった、
一定の時間倒れたまんまだと、やはりこれから知らせが事務所に届くようになっています。これをそのボックスから取り出したところで、職員がこの赤毛猿の島に入ったっていうことが途切れるらしい。じゃあとりあえず入りますか。入りましょう。はい、よいしょ。はい、はい、頭気をつけてください。はい、どうでしょう。大丈夫じゃないですか、ね、もう一度お願いします。はい、もう一度。電波どうでしょう。あ、怒ってる。電波ありがとう。電波ありがとう。よかった。これ猿島に置いてある点灯検知装置なんですけれども、この薬指のところに、ここにですね、ボタンがあります。でこれを押せば非常ボタンが、押したことになって事務所の方に通知が行くことになっています。でそもそもこれをセットしてあるボックスから取り上げて身につけたら、そのこともお知らせが事務所に行くようになっています。で万が一ですね、危険な状態になって、本人が押せる状態で亡くなったような場合、例えば意識を失って倒れてしまったような場合でも、この機械が点灯を検知して一定期間倒れたまんまで、すと、最初に警報がピーピー言い出すんですけども、それでも姿勢を立て直さないと、やはり発砲して通知が事務所に行くことになります。そうなると坂東さんが、猿島で倒れたということが事務所で把握ができるようになっています。ならないですね。長い説明ですね。うん、ならなかったですね。だいたい建物の中に入る仕組みになっているところは点灯検知装置が置いてあるので、それを身につけて入ってもらっています。というわけで、これから何の時間でしょうか。はい、あ、クロマティが今から餌をやろうと思います。カンカンが威嚇してますね。右のやつです。私が威嚇されてるような気がするんですけど園長みんな見てますね、はい、赤毛猿たち、ここには12頭います。わかりますかね。12います。それぞれ全部名前がついてます。ちなみにこの人、磯子のひ孫です。この人、あ、ごめん、隣でカンカンが怒ってます。これが怒ってる時、威嚇してる時の顔ですね。はい、ということでちょっとお待ちかねな雰囲気なので、はい、餌をやろうと思います。餌をやるときに、あ、餌、何の餌ですね、はい、ね、はい、バナナとか、さつまいもとか、お芋さん、リンゴとか、リンゴ、はい、これが猿用のペレットです。ドッグフードの猿版みたいなやつです。あと普段だ、白菜あげてるんですけど、最近は寄付でキャベツいただいてるので、ちょっとキャベツにしてみました。はい、はい、でこれで、12頭分の朝じゃない昼と夕方分です。でやるときに、皆さんみんな順位があるので、強いやつばっかり食べると弱いやつは痩せていってしまいますので、強いやつを遠くにやっといて、その間に弱いやつにやるみたいに、いろんな小細工をしています。なるほど。はい、ちなみにそれが一番強いです。そのつぼねと言います。はいはいはい、はい、つぼねが一番強いです。つぼねも結構お年を召しましたね。そうですか。現役の獣医してる時は若手でした。若手でした、ね、ういうい、これひ孫ですね、小ゆり子ちゃん。上の台にいるのが横っていう個体です。斜めの子供、はい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 、斜めの子供の横です。これが猿島の中で一番上です。チーコと言います。うーん、年上、はい、年
年上のチーコと、もう一頭同じ年でトノっていう唯一のオスも、ちょっと今そこからじゃ見えにくいかもしれないですけど、います。はい、あの食べてる猿たちのほっぺたのあたりを見ていただくと、ちょっと膨らんできてるの分かりますかね。マカク族の共通の特徴なんですけれども、頬袋といって、まあ、日本猿もマカク族の猿ですけれども、ほっぺたの中にこう蓄えてるんですね。だから食べてるものはちゃんと胃に入っていくんですけれども、とりあえず拾ったものは口の頬袋の中に溜めておいて、また後で食べるということをします。はい、こ、あ、言っちゃった。小百合子はあんまり頬袋に頼らない主義で、なるほど、手足で持って走っていきます。もう上がっていっちゃいました。足の指も見えるかな。親指が、人間でいう手のようになってて、足でもいろいろつかめますので、足でも持ってそのまま走っていくこともできます。足見して、足見して。これ最近まで入院してたサエコですね。あ、ガスで、はいはいはい、中にガスが溜まって苦しかったんですけど、無事に元気になりました。はい、あのコホンって声聞こえますかね。コホンって言ってるのが、猿がまあ威嚇したり、ちょっといい加減にしとけよっていう時の声です。多分鳩に向かって今ツボネが言っています。はい、ちょっと餌だけこっち置いときちゃいます。はい、よくじゃ。あ、唯一のオスとの。あ、いっちゃった。あれがとのです。ちょっと彫りの深い顔つきで、春島で唯一のオスです。つぼねのお兄ちゃんですね。まあ家系ごとにだいたい強い家系の子は強く。順位が高いままを維持しますよね。はい、つぼねとトノのお母さんはやっぱり順位の高いメスで、葵ちゃんと言います。今はもういないんですけど、なんて言うんですか、あの大奥じゃないな、そういう つぼねとの葵だそうです。あ、はいはい、そうですね、あのなんて言うんでしょうか、葵さん、まあ、あの赤毛猿も日本猿と同じで母系社会なので、まあ、大体メスがその群れに残ってオスが外に出ていくような、野生だとそういう構成をしています。でなので、そのオスのボスがドンと構えてるっていうことは、実はあの野生のアカゲザルではなくてですね、大体女性の順位の高いものが、群れ全体をこう牛耳ってる感があります。でその中で葵さんはナンバーワンのメスでしたから、葵さんの子供たちも順位が高い状態でこう育っていきます。はい、はい、ですです、はい、今あそっちは見れてなかったかな。順位のことで前ご質問をいただいたことがあったんですけど、どうやって順位見分けてるんですかっていうのをインスタの架空週間の時にいただいてて、場所ですかとか聞かれてたんですけど、場所はその時々であの好きなところにいるので、あんまり場所は関係なくて、今あんまりみんないなくなっちゃいましたけど、例えばこの A と B の個体がいて、 B が寄ってきた時に A がさっと場所を譲ったりとかします。そういう時に A より B の方が強いんだなっていう判断をしたりとか、その時とか喧嘩した時とか怒られた時に、弱い個体は歯を見せていいって笑ったような顔をするんですけど、それがあのすいません私が下ですっていう列位を示す顔つきをしますので、そういうのを見たりとか、あとは第1位の個体とかは尻尾をピンって立てて歩くこともあります。うん、なるほど、はい、チーコです。チーコちゃんがちょっと不審そう。チーコは24、もうすぐ、あ、もうすぐ4です。チーコとその上のトノが同い年です。一番
上が24で一番下が13です。季節繁殖なのでだいたい今ぐらいがみんなお誕生日です。ああそうですね、初夏ぐらいまで威嚇してます、はい、うん、チーコが威嚇してます。あの目を見るなとかいうのはこんな感じのことが起こるのでってことですね。ちょっとゴリラやテナガザルやチンパンジーと違うところですね、はい、歩き出しますか。はい、はい、じゃあチンパンジーじゃない赤毛ザルが暮らしているところを一回りしてみたいと思います、はい、ここは下がコンクリートなのでちょっとそうです、ね、暑くて寒い施設です、脱出しないんですか。いい質問ですね脱出をしないように壁をツルツルに、うん、ツルツルというか突起がないようにしてます、はい、これ何の跡か分かりますかね。私が働き始めて32年8月になったら33年なんですけども、その時にはもう塞がってました。でそれよりさらに昔にですね、実はイノシシと、赤毛ザルを一緒に飼ってた時代があって、そのイノシシを収容する入り口、この奥に部屋があったんですね。でそれがこういくつかあって、まあ今はイノシシいませんので、埋めているという状況になっています。おお、そうですね、ずっと京都に住んでいらして、昔々来たことがあるという方はご存知の方もいらっしゃるかもしれません。昔々っていうほどではないですね。ちょっと前です。失言です。はい、ちなみにこの基礎って何の跡か分かりますかね。平成になってですね、この猿島は昔は擬岩っぽく作ってあったのをちょっとこう近代的な形に模様替えしたんですけれども、最初に導入した個体群ってすごく小柄な子が多かったんですね。スリランカから導入した個体群なんですけども、でそれだったら出なかったんですが、実はこのお部屋がですねここまでありました。で殿のお父さんですね、朝太郎という個体を広島の動物園から導入して、その子孫が今いるんですけれども、朝太郎が少し体が少しじゃないですかなり体が大柄で、その朝太郎の子供たちがですね体格が良くなったんです。そうするとここまで部屋があって、この距離ですね、飛んで出られるという状況が発生したので、その前からですか元担当者がその前からですって支えてくれましたで、急遽切りましたの後ですね。ですからかつてはですね、もうだいぶ前ですね、脱出をするということが実際にあったんです。しかもですね夕方出て朝にはちゃんと戻ってるっていうで、なんで分かったかっていうのは、一つは手すりに足跡がついていたのと、それから近くにあった売店の方が手すりの上を猿が歩いていたという証言を得て急遽切り取りました。今は逃げることはありません、はいはい、ここだけ屋内になってます。雨の日とかちょっと寒い時とかは入ることもあります。ここから覗いてあるここが開くとよくみんな覗きに来ます。そんなに4畳ぐらいですかね、うん、そうなんです。半分ぐらいになったんですかね、ひょっとしたら、うん、続けまして、さすがにこの声聞こえましたかね。白手テナガザルの鳴き声になります。グレートコールと呼ばれる鳴き声です。
そうかそうか。なるほど。ああ素晴らしい。お素晴らしいですね。お、はい、もう皆さん分かっていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるようで、あのクルマティの声だっていうコメントをいただいてますけれども、その通りでございます。これまた立派な木が植わってますね。あ、そうなんです。今朝植えたんですけどこれまでに頑張って植えたんですけど、造園屋さんからいただいた椿の木です。あ、今小百合子が触ってますね、上で。いそこのひ孫です。あんまり椿は食べないんですけど、食べてますね。うん桜とか桜好きですよね、が好きなんですけど、うん、こういうのをいっぱいあげてちょっと気を紛らわしてみたんですけど、紛れてないですね。そうですね。小百合子は枝が結構好きなので、うん、これが定着するかどうかは乞うご期待というところですかね。カンカンです。カンカンははい、ごめんごめん、お花の名前の家系です。桜を持っていきました。パンジーの子供、パンジーの種類のカンカンっていうお花があるようで、パンジーの子供なのかな。スミレだっけ、スミレだ、スミレの子、スミレとパンジーは家系が違うそうですスミレの子のカンカン、ヒゴもいます、ね、あ、それでヒゴがいるのか。あほど、あまり食べられない椿を食べてる椿食べてますね。小百合子はすごい葉っぱ好きなので、まあ食べてもいいんですけど、できたらまあ日陰とかになったらいいなと思ってたんです。そうですね。暑いんです、この住所はとっても、はい、今ボコニが降りてくるかな。ボコニって数字の入った名前はボコニぐらいかなと思うんですけど、他にいましたっけ。いや、いないです ね、 ね、はい、あ、今見えにくいな、この消防ホースから出てる あ、 あそこにいるのがボコニっていう個体で、ボコニお母さんってその、はい、ボコボコボコっていうこと、ボコボコっていうこと。デコの子がボコです。あ、デコの子がデコのデコっていう個体の子供がボコっていうのがいて、さらにその子供がボコニになったそうです、ね、はい、眉間丸出しが特徴です。あ、あっち行っちゃった。あ、やめてやめて、小百合子、小百合子が引っ張っております。小百合子はイソコ、サユリ、小百合、小百合子ですね。なるほどね、はい。はい、そうなんです。ここで夏場掃除すると担当者もバテます。どうにか日陰とか涼しくとかを考えるんですけど、何分この逃げないようにっていうのと、そうですね、真ん中がこう山になってるので、そこにかかるとやっぱ逃げちゃう可能性を考えると、あまり何もできない。確かに。ゴーヤカーテンも失敗。はい、はい、いや、この人たちのはそのおまき、あ、ごめんなさい、長めの尾っぽは掴んだりするのに使いますかというご質問をいただいてるんですけれども、まあ、動物園にもいるフサオマキザル、オマキザルの仲間みたいに、自在にこう尻尾で枝を掴んだりするようなことはしないです。ニホンザルの尻尾が特別短いと思っていただいた方がいいかもしれません。だいたいまあ、アカゲザルは東南アジアで暮らしてる、今尻尾が割と綺麗な子が写ってますよね、東南アジアで暮らしてるサルなんですけれども、まあ、普通の尾の長さです。で、まあ、尾のその役割っていうのはその木から木に飛び移る時のバランサーになったりとかっていうことがあるんですけれども、ニホンザルの場合は、サルの中では、まあ、一番緯度の高いところに、寒いところに暮らしているサルなので、
長い尾っぽは凍傷の原因になったりするので、北にいる動物の方がより尻尾は短くなる傾向にあるんです。で、赤毛ザルはそうですね、東南アジアの川の近くに住んでる赤毛ザルは高い木の上から川に飛び込んで遊んだりもしますし、木から木に飛び移るときにバランサーとして役立っているんじゃないかなと思います。はい、はい、シリダコが今、あ、そうですね、見えますかね、殿、あ、あ殿が、それも特徴ですよね。はい、お尻にはシリダコがあります。あ、いいですね、横が、尻尾の両横に見えてるちょっとこう皮膚が見えてますわかりますかね、シリダコという場所です。殿が立ち上がってくれたらいいけど、あ、いいですよ、見えましたかね、ポコポコっとなってるのがシリダコです。はい、意外と、おお、そうですね、あと、はい、いまいちでしたか、はい、残念です。あ、水場は今はちっちゃいコンテナで水をやってます。そっち行きますか、はい、夏になったらここに水を貯めることもあります。昔は温泉を貯めてたんですね。昔って言っても 数年前まで。そうですね、あの猿温泉というイベントをやってた時期があります。で、あの実は赤毛ザル自体をあのもう繁殖を止めて久しいんです。で、オスが先ほどいると言いましたけれども、実は、まあ、避妊手術をしています。で、繁殖しないように、してもう久しいんですけれども、かつては一番高いところからですね、このプールめがけて、高飛び込みをする赤毛ザルたちが多々いたんですけれども、若い世代ですね、あのお年寄りは飛び込まないので、まあ、そのあまりこう積極的にプールで遊ぶこともなくなり、まあ、今夏の暑い時にちょっと溜めてもらってるぐらいで、普段はここで水を飲んでいます。はい、はい、シリダコ、はい、はい、シリダコが皆さん興味が持っていただけたようで、はい、シリダコはほんのり硬いですね。そうですね、はい、あのまあクッションにもなり断熱材にもなりっていう役割があるようには思います。寒い季節、あるいは硬いものの上でも座っても痛くない、柔らかい皮膚ではないですね。足のかかとぐらいですかね。そうですね、大人のかかとぐらいの感じ、はい、ああ行っちゃったあ、こっちもこっちがチャンスです。あ、行っちゃった、はい、そうですね、まあ、座ると見えないですからね、はい、まあ、致し方ない気がしますね、はい、シリダコ、シリダコはこんな感じでいいんでしょうかね。はい、なんだろう、はい、メザルたち、いい時間にもなってきました。はい、ありがとうございます。あの暑さ対策の協力ができればしたいですとおっしゃっていただいている方がいます。ありがとうございます。ありがとうございます。対策を考えるんですけど、すべてあの、あ、でもそうしたら逃げるしなとか。そうですね、本当にあのいけない、囲いがない、あの狭いところで囲いがないところはちょっとなかなか物理的な方法を考えるのは難しいですよね、はい、まあ、あの頑張ってあの担当の緑を植えようとしたこう痕跡があるんですけどこれでもあの、ね、ちょっとまだ生命が芽吹いてきましたね、あの宿ってます。ああ、そうですね、強いな、ヒイラギナンテンと何やったかな、これはもう多分宿ってないです、
それシュロも、シュロもあの上にちょっと緑が見えてるんですけど、まあ、生きてはいると思いますね。伸びるたびにっていう感じです、はいはい、新芽美味しいですからね、はい、まあ、それでもあの日よけにはなってないけど赤毛猿たちの、まあ、ちょっとお楽しみにはなってないのかなって気がしますし、はい、あの椿もそんなに好まれないような雰囲気は漂ってますよね、はい、まだ形がありますもんね、はい、3時間経ってこれなんで、はい、やっとしたらうまくあの、はい、生き残ってくれるかもしれません。いくかな、はい、というわけでですね、今日はあのちょっとお散歩はですね、マカクウィークにちなんで、京都市動物園のマカク、赤毛猿の、獣舎の中からお届けしてみました。30分間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、1週間に1回ぐらいのペースで、休園中はお届けできたらいいかなと思っておりますので、またお付き合いください。インスタグラムでご案内したいと思います。はい、はい、どうぞ。あ、なるほど。床を土にしたらどうですかというご意見もありがとうございます。何度も検討してみたり、床材をあのチップのようなものにしようとかあの検討しているんですけども、実はそのここの排水を水を逃がす方法がですね、ポンプで汲み上げて下水に流す方法になります。で、その浸透させて水を貯めるような施設整備がなかなか困難極めまして、ちょっと土を入れるのは難しいだろうなということで、これまで来たところです。で、ちょっと財政難で凍結にはなってしまいましたけれども、赤毛猿のこの獣舎の整備にかかる準備もしていたところなので、そういったところがまたいつの日かできるタイミングでは、床材ということも十分考えていきたいというふうに思っているところです。はい、よろしいですかね。はい、というわけでお付き合いいただきましてありがとうございました。坂東さんもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。近寄る。